はい、今回僕の方で選ばせていただいた、特別賞はこちらです。で、単純に僕が日頃作っているような、世界観というか女性像にかなり近かったことと、あとはやはりそのヘアの質感ですかね、やはりテクニックも含めて、この撮影の雰囲気であったりとか、女性像のイメージであったり、かなりその統一感が、持たれてて、よかったんじゃないかなと思います。で、そのアート作品とサロンスタイルのちょうどなんか、中間に位置するというか、そんなに偏ってる、感じがしなかったので、非常にバランスが、いい作品だと思って選ばせていただきました。